はい、皆さんこんにちは、リード直樹でございます。というわけでですね、今回からですね、 FGO やっていこうかなと思います。ですね、本若の方っていうのがあります。使っている携帯の方の FGO は、星5が2枚いるんですが、今回はですね、またサブアカを作っていこうかなと思います。で、こちらのアカウントは完全無課金プレイでやっていきたいなと思います。こちらの方はね、年末年始の星5確定ガチャとか回したりすると思うんですけど、本アカの方はね、なんですが、こちらは自分で30星小石貯めて回していくっていう風にしていきたいなと思います。はい、というわけでやっていきましょう。あ、ちょっと一回止めます。はい、というわけでですね、やってまいりました。ちょっと長くなるのでイベントはスキップしちゃうんですけど、まあイベントは各自っていうよりか皆さんでプレイしてやってみてください。別にこれはステマとかなんでもなんでもないです。はい、というわけでですね、このゲームの趣旨っていうか目的、ストーリー的なものは大まかに説明するとあれです。聖杯によって引き起こされた歴史のちょっと食い違いっていうんですかね、改変みたいなものを解決しに行くっていうものでございます。多分でなんですけど、まあ言っておくと、このゲームガチャがかなり渋くなっております。視力を尽くしてくるがいい。はい、戦闘を模擬戦闘を開始しますというふうになってますね。お任せよ。おう、いいぜ。はい、さらせ。で、実はアルトリア持っております。このセイバーですね、セイバーはアルトリアですね。まあ神明っていうものがありまして、神明的にはあれです。はい、いいで、はい、なんだったっけ、アサオか。遅いですね。いつもここあれでやってるんで、いつもだと高速でやってるんであれなんですが、ちょっと遅いなって感じちゃうかな。で、このね、早いっすね、スムーズでいいっすね。僕の携帯ちょっとゲーム向きじゃないようで、なんかゲームのモーションがカクカクしてたりするんですよね。ちょっと早くしたい。分かってるよ。はい、お任せよ。いいで、はい。やべえ、超ゆったりしてる。ええ、決着をつけましょう。束ねる私の息吹、輝ける命の本流、受けるがいい。エッグゼン、なん、3万くらった。3万は食らいすぎじゃない？僕のアルトリアさん3万出ないんですけどね。それはどうなってらっしゃる？僕のアルトリアさん1万6000ぐらいしか出ないんですよね。
しかもさ、これ何がさあれかってさ、僕のアカウントあれなんですよ。あ、これちょっと、まあいっか、待ってよ。んじゃない、んじゃないよ、んじゃないよ、 B でもない。よし、これにしとこう。ほいっと、性別女性で。でマシュっていう、マシュキリエライトっていうキャラクターがいるんですけど、そのマシュキリエライトっていうキャラクターが、自分のパートナーであり後輩という立ち位置になってますね。おっと、第一節からいく。第一節、燃える街、冬季ですねこれ。すげえ無事でいます。ちょ、咳がやべえ。で、今回はガチャまでやって、動画を終わりたいなと思っております。で、なんですけど、このね、動画っていうよりか、ゲーム、画面がちょっと小さいかもしれないんですけど、拡大して見ていただけると嬉しいなと思っております。武装完了。行きます、先輩。了解です。はっ、やばいな。80、確かに80しか食らってないけど。シールドエフェクト発揮します。ちょ、チュートリアルあれだな、スキップし、あ、これでやっと速くなるね。もうこれでやってるからさ、倒れて、あれなんだよ、こっちに慣れちゃってるんだよね。 了解です。いやー、スラスラやるなるっていいね。倒れて、見事な采配です。見事な采配ですね。はい、まあチュートリアルここら辺までですかね。で、今キャンペーンしておりまして、あのコフっていう札があるんですけど、それをマナプリズムと交換することによって5枚まで手に入れることができます。という感じですかね。このなんていうの、召喚とかは。で、これこのゲームはまだやんの？まだですか？そうですか、そうですか。はいはいはい。まだチュートリアルある感じかな？まあ、チュートリアルあるのはいいんだけど。で、このゲームでは、てかこのゲームしか言ってねえわ。なんて言えばいいんだろう。行きます、先輩。了解です。行きます、了解です。順番を意識しましょうと。はい、このゲームはですね、バスターを3枚揃えることによってバスターチェーン、さっきあったんですけど、バスター、あのクイックチェーンみたいに、バスターチェーンを、赤を3枚並べてバスターチェーンが発動して、それで攻撃力アップすることができます。で、青を3枚揃えることによって、アーツチェーンが発動します。行きます、了解です。アーツチェーンというのがあれです。NP っていう、この今 47% って出てると思うんですけど、それが3枚揃えることによってアーツチェーンで 20% 上がります。で、
そのさっき、セイバーっていうキャラクターが工具を発動したと思うんですけど、あれは本来、この NP が 100% にならないと発動しないスキルっていうか必殺技、奥義となっております。で、マスタースキルっていうものがありまして、これが応急手当ですね。大回復レベル1と、でこちらが攻撃瞬間強化、1ターンの間攻撃アップというものがあったりします。で、この霊樹っていうものがありまして、霊樹を発動することによって、パーティーを全員復活させたり、一機の HP を全回復したり、サーバント一機の NP を 100% 増加させることができます。なのですけど、この霊樹一回使うと12時まで、12時っていうのか24時間で1回復となっております。なので使う場面というのをちゃんと考えながらやっていかないとね、すぐなくなったりします。というわけでやっていきましょう。ブレイブチェイン、はい、というわけでここら辺で終わりかな。なんていうの、チュートリアルは。で、このゲーム結構長いんすよね。このゲーム長いっていうよりか、まだシナリオが配信されてたりするので、最終章まではあるんですけど、その続きの物語っていうものが配信されてたりして、結構やりごたえがあると思います。で、クリスマス、夏、季節もののイベントもあったりするので、はい、召喚ですね。チュートリアルまでやって召喚か。はい、10回、あ?フレンドポイント。この10回召喚なんですが、あれです。なんだ?星4しか当たらないのかな?なんですけど、星4でも使えるキャラクターと使えないキャラクターがいたりするけど、最初はやっぱり、星4のキャラクターっていうのが、やっぱ軸となってくるので、個人的にはバーサーカーとかセイバーが欲しかったりします。はい。で、僕が初めてやった時に出てきたのはマルタですね、ライダーの。で、僕のそのね、隣でやってた、僕と一緒に始めた友達は、なんか、ね、2枚当てたんで、ちょっと、こいつとか思いながらやってる、思ってるんですけど、まあそいつはね、まあ星5めっちゃ当てたりするんで、ちょっと、あれっていうのかな。ちょっと、どうにかせんといけんなっていうふうに思ってます。で、ここで星4が何体当たるかっていう、2体当たるとこ見ちゃってるんで、2体当たる可能性があるっていうのは、もうね、最初なんで全部見ていきましょうか。お、いいですね。星4からですよ。キャラクターですよ。なんだ?はい、アサシン。誰?タマキャットですね。はい。幸先いいですね。もしかしたら2体当たる可能性が微粒子レベルで存在する。最初に全部持ってったとかやめてね。はい、アーチですね。アーチャーですね。お、いいですね。女の子ばっかしですよ。女の子ばっかしで喜ぶけど俺は。はい、次なんでしょう。はい、ランサーですね。あ、こいつはよく出ますね。英霊召喚と。まあこんな星4がねポンポン出てくるようなゲームじゃないっていうのはもう身をもって体験してるんで。ん?お!いいですね。またいいですよ。
いいんじゃない？いいんじゃない？ヘラクレス。この調子で3枚とか、いきます？ヘラクレスいいですね。ですね、ヘラクレスはなんか友達に、先にやってた友達が、超使えるよって、狙ってもいいんじゃない？とか、言ってたんで、まあ狙ってたりしたんですけど、いいですね。あんな変化あるんだね。これはキャスターかな？はい。うわ、2枚来たわ。うん、いいですね、今回。この調子で2枚とかないです。3枚とかないですか？あ、でもこれもいいな。ライダー。いいっすね。かわいいっすね。お！いいですよ。概念レートの星4と。はい。まだワンチャンあるからね。で、ランサー。あ、ほら、3枚目？マジ？運良くない？やばい。やばい。これはやばいぞ。これやばいぞ。これやばくない？え、こんなことあるんだ。はあ、こんなことが。あるんですね。素晴らしいね。いや、俺2枚は見たけど3枚はないわ。このアカウントやりおるぞ。我こそはタマモナインの一角、野生のキツネタマモキャット。ご主人よろしくね。いいですね、かわいいですね。いや、ヘラクレスも来て、エリザベートも来て、もう勝ちじゃない？これ友達見たらどうすんだ。俺の友達のさ、やつっていうよりか友達もやってるんすよ、 FGO。 いや、3枚はやばくない？いや、俺の方がやばいよ。だって星4を2枚しかいない。最初に当たったマルタとランサーの メドゥーサかな、しかいないっすよ。うわー、こんなことあるんだ。おじさんはランサー、新名をヘクトール、聞いたことある？ナイス。ない？なんで、なんで分かっ、ない？すごいな、それは。ヘラクレスかな、次。いや、ヘラクレスはすごいな。いやー、3枚はすごい。俺も3枚初めて見たわ。何言ってんの？喋ってないやん。まあ、バーサーカーだからね。まあ、そういうところはあるよね。うん、そういうことにしとこう。喋ってないやつ。召喚により参上いたしました。どうかこのパラケルススと友達になりましょう。はあ、パラスケスですね。な、名前言えてないけど。いやー、エリザベートバートリーはですね、めっちゃいいですね。嬉しいです。はい。ブーティカだよ、よろしく。気軽にブーティカさんと呼んでもいいな。ブーティカさんですね。はい、ライダーです。いやー、3枚は3枚抜きやっちゃったわ。3枚抜きやっちゃったわ。いやー、嬉しいね。実際にさ、こんなんやってたらめっちゃ興奮する。まあ、変な意味じゃなくて、嬉しいっていう感情的な意味で興奮しますね。あなたが新しいマネージャー、よろしく。もう俺だって手震えてるもん。育てて、俺明日死ぬんじゃないかな。エリザベートだったし。エリザベートだった。あー、閉じるの？ちょっと設定させてや。設定する前に行っちゃったよ。しかもなぜかエリザベートだったしな。待って。ちょ待って。
ょっと待ってね。まあ、これにしとくか。待ってよ。待ってよ。ちょっとセットさせてよ。あ、さっきのはオルガマリ所長ですね。オルガマリー、最後が言えね。オルガマリーさんですね。あ、今出てますね、バスターチェーン。バスターカード3枚で発揮する棒、発生する棒なしです、と出ておりますが、まあ、全くその通りで、バスターカード3枚で、攻撃力が、そのターンの攻撃力がアップしますよ、と。で、今、なんていうんですかね、マッシュのスキルで、あの、1ターン無敵っていうものがあったと思うんですけど、それはですね、各キャラによって違って、例えばさっきのセイバーだと、カリスマ B で攻撃力アップという風になってたりします。長いね、ローディング。さあ、ライトを当てなさい。でなんですけど、これ、一つ言いたいのがありまして、ですね、セイバー、ランサーはセイバーにちょっと弱いんで、今このマイナスって出てると思うんですけど、この通り弱いんですね。命令しないでいいじゃない。まあ多分でも初めの方なんで、多分ご了せるとは思うんですけど、ちょっとこれあれだな。あ、ないじゃん。なんで放っておいて。了解です。命令しないで。無惨しますか。やーっ、ターゲット細くて。やべ。見事な采配です、先輩。寝返りちゃんってなんやねん。2号機ってガンダムかよ。今ガンダムブレイカーやってたからさ、ガンダムかなと思っちゃうよね。申請しないと。いや、これでもさ、さっきの引きやばくない？なんか何回も言うけど、さっきの引きやばくない？ 3 枚抜けやっちゃったよ。何？オルガマリア、アニフスキアだっけ。言えてないし。このオルガマリーさんですね、若くして所長になってしまったので、主人公との接し方がわからないっていう可愛い一面があったりします。はい、ログインボーナスですね。ログイン1日目なんで、まあフレンドポイントとかもらえたりしてますね。お、リンゴダウン、リンゴダウンつって、リンゴじゃん。はい、というわけで今回はチュートリアルかな、チュートリアルをやっていきました。いかがだったでしょうか。個人的にはね、ものすごく、あれだね、めっちゃゴツゴツだね。はい、そんなことは放っておいて、今回は、まあ、サポート編成しながら言いますけど、チュートリアル、まあ、2回目だね、チュートリアルやっていきました。ですね、今回のガチャ運はですね、まあ、多分っていうより相当いいんじゃないかなというふうに、おわ、朝死んでもらった思い、タマモキャットのバーサーか、もしかして。今回の結果はもうものすごくいいものなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また次回はですね、冬季のダンジョン攻略
やっていこうと思います。ではさようなら、バイバイ。